好きで思い溢れて感情を抑えられなかった。本当に切実にあなたと笑えた、あなたと笑えた、この世の果ても辛くない、あなたと笑えた、あなたと笑えられた、どこに行くの嫌だめいただいて。
なっていまして、なんと4月の8日再来週の月曜日には新メンバーがラーメンの儀を行うので、皆さんカメラを片手にぜひ遊びに来てください。待ってます。待ってます。はい、そしてですね、私たちは仮面女子高校生として活動してますね、今も今してましたそして秋葉原駅から徒歩数分のところにある仮面女子カフェというところで毎日ライブをしております。今週の土曜日と日曜日15時からは無料ライブがございますので、よかったら皆さん遊びに来てください。お願いします。お願いします。はい、そして私たちは全員ツイッターをやっています。ツイッターで漢字4文字仮面女子もしくはパーケームをつけてツイートしていただきますと、ここにいる全員で遊びに行っちゃいます。行っちゃいます。はい、それではたくさん盛り上がってくださりありがとうございました。以上、私たちパーケームでした。